こんばんは。テロップにも書いてあるのですが、直接お話し会 in 幕張メッセありがとうございました。1時間目のツーショットから始まり、2時間目、4時間目、5時間目のお話し会とすごく楽しかったです。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。嬉しい。初めましての方もね、結構来てくださって嬉しかったです。今日はありがとう、こちらこそありがとう。真空拳さんありがとう、桜新さんもハート、新井さんありがとう、アスパラさん、天然うなぎさん、ウエチンさん、桜新さんハートありがとう。やばい、今日本当に大すぎた、絶対に大すぎた、顔に張りがありすぎてやばい、やばい、ここら辺のお肉が食べすぎた。スラハティアン可愛くなりすぎて大変、嬉しい。なんかティアンとかよくコッコさんが言うとった記憶があるけど、ティアン。リュウさん、天然うなぎさん、さくらありがとう。大人だね、ね、いるなと思ったけど、そう、ちょっと見たけど目そらされた感じがして、あ、見ない方がいいのかなと思って何もリアクションせんかった。ゆうやさん、お疲れありがとう。パシちゃん、うさん、さくら、ゆうやさんありがとう。こちらこそ可愛かった、ありがとう。こちらこそめっちゃ可愛かった、拝ませていただいた、ありがとう。真空拳さん、だるま、ワンタンさん、ハート、のすけさん、さくら、かたがさん、アイス、パシちゃん、お疲れありがとう。パッちゃん、こちらこそありがとう。ね、今日はありがとうございました。皆さん、あの、参加してくださった方はもちろんなんですけど、今日参加できなかったって方もね、あの、一度でもね参加してくださった皆さんありがとうございました。まあ、ショールーム来てるだけでもう最高に嬉しいんですが、ありがとう。ピカードさんハート、ワンタンさん結婚してありがとう。アリサちゃん、さくらありがとう。ひろひろさん、さくら、ひろっさん、バラありがとう。今日はありがとうございました。お父さん、村上さん、さくらありがとう。今日も京都でありがとう。アスパラさん、かわいい。持ち肌さん、三色団子。エビ様さん、お疲れ。 BBB さん、さくらありがとう。さくらありがとう。バンジェロモンスターさん、そしてね、バイキングライズもありがとうございます。もうね、たくさんの方がいっぱいね、なんだっけこれ、支援じゃなくて支援か、お手伝いしてくれたりしてるおかげで順調に進んでおります。ありがとう。ひろくさんハートありがとう。まだまだね、クランね、入ることができるので、ぜひぜひ、まあ、今日はね、祝日とはいえ水曜日だったから難しい方もいたと思うんですけど、土曜日や日曜日からぜひ始めてみてください。待ってます、空派のクランで。ヨウソン、さくら、パシちゃん、花束、ニッシーさん、まさきさん、さくらありがとう。そうなんですよ、今日ね、ST48 のお話し会会場で発表されたんですけど、ですね、なんとですよ、6月5日水曜日に ST48 のファーストアルバムの発売が決定しました。ね、びっくりなんですけれども、こう1枚目シングルからね、まあ、10枚目シングルまでこう出させていただいて、 STU がで次はどうなるのかって思ってたんですけど、まあ、6月ということで、ね、こう新しくメンバーがガラリと変わるんですけど、そのメンバーでアルバムをね作っていきますので、次はシングルじゃなくてアルバムになるんですけど、アルバムも来てくだ、イベントだったり
なんかあるかもしれないのでお待ちしてます。三谷さん桜、タイノーヨックさんバラ、ありがとう。皆さん今日はありがとうございました。なんか1枚目シングルから10枚目シングルまでの楽曲プラスその他新規曲みたいなの書いとった気がする、なったような気がする。あ、新曲収録予定って書いてる。新曲収録予定らしいのでちょっと楽しみですね。どんな曲が入るのか、しかも何曲入るのか分かんないんですけど、まあでもとりあえず10曲は1枚目から10枚目までは入るので、10曲はね入るけど、うん、くしゃみ。ペンギンさん桜、三色団子、コウジさんハート、最新型ポンコツさん結婚してありがとうね。アルバム発売記念でねイベントとかあったら来てくださると嬉しいです。あ、リード曲、なるほどね。これみたいなやつか、タイトルとかなるやつか。そうね、アルバムは私 AKB さんのアルバムしか参加したことがないのでね、STU は初なのでどんな感じになるのかわかんないんですけど、すごくすごく楽しみ。写メ会とかなのかな、やっぱり。 AM さん最新型ポンコツさん桜ありがとう。あ、 AM さんハートありがとう。いや、トーク会どうなんだろうね。でも大体さ、シングル発表されたらさ、お話し会がさね、日程とか発表されるけど、今回発表されてないからどんな感じになるのか楽しみですね。はるかちゃんさくらありがとうね。どういう曲が入るのかも全然わかんないんですけど、もうとにかく楽しみですね。新しく6月5日なのでね、メンバーさんが卒業された後になるんですけど、楽しみ。ブラピーさん三色団子、めちゃきのこさん桜ありがとう、ありがとう。のぶーさん関東の桜餅、ブラピーさん桜ありがとう。追加の情報出るのね、本当にわかんないけど、みんなに会えるね機会とかがあったらとても楽しみだなって思います。ワク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 します。たまたまさん、よしひろさん、きれい、ありがとう。いきやすさん、お疲れ、ありがとう。お話し会、みんなありがとうございました。明日くらいにドラさんコンサート、そう、明日ね、ドラさんコンサートとひなさんの卒コンの当落発表らしいので、ドキドキだ。でもきっと、みんな愛があれば、大丈夫です。ソラハへの愛を。たくさんよろしくお願いします。池橋さん桜ありがとうね、いっぱいお話できて嬉しかった。また待ってますね。瀬戸内でまた関東にも来ますし、きっと。池橋さん綺麗ありがとう。お、そうなんですよ、皆さん新グッズ見てくれましたでしょうか。袴衣装の、いきやすさん綺麗、 YD さん桜ありがとう。新グッズ今日の18時から受注販売で新グッズの受付が始まったんですけれども、
受注販売、そうなんですよ。今までね結構受注じゃなくて、何こう在庫系のやつだったので、でもありがたいことに本当に最近はこう完売することが増えていて、そう買えなかったっていう方が最近増えていたのでめちゃくちゃ嬉しい。今回実え、しかもね袴めっちゃ可愛いの見ました。袴はもともとなんかねめっちゃ見なんかねもともとこの袴じゃなかったんですよ確か。でもあこの袴だったのか、あ違う、なんか緑っぽいのやつかな、忘れたけど、なんか合うやつに変えてもらったんですよ。合わせた時になんか違うなってなって変えてもら変えようってなって変えていただいたんですけど、このピンクと紫、え、すでにね今日のねお話し会会場でね購入してくださってる方が結構いらっしゃって嬉しかったんですけど、こちらのこちらがアクリルスタンドですね。かわいいです。で今回お見本、お見本見本にもなってるんですけど、アクリルネームキーホルダーが私の見本になってました。嬉しい。ぜひソラハのグッズゲットしてください。ちょっとね画像がねショールーム越しになるとね荒くなっちゃうのであれなんですけど、ぜひともぜひとも。え、ポスターもね A4 ポスターって言うんですか、めっちゃいい感じ、ドアップだしアップ目ってあんまないしクリアだから、まあ、壁とかに貼ってもちゃんと映るしいい。あとはねランダムのカードなんですけど、ランダムなのでねちょっと当たらないみたいな人もいると思うんですけど、今回はあの袴のね袴衣装グッズが4つ出て、まあ、うちはそのうち1個はねランダムなので、まあ、ちょっとゲットするのが難しいかもしれないんですけども、ぜひぜひ受注で、1週間後の27日水曜日までとなりますので、ぜひまだねチェックしていない方はチェックしてみてください。ヤスさんハートありがとう。トシヤさんバラ、そうランダムはねちょっと難しいけど、個別のやつはねそうアクスタとかキーホルダーとかあのポストカードとかポスターんポスターとかよろしくお願いします。最新型ポンコツさん三色団子、猿渡りさんバラ花束、パイヌミさん桜ありがとう。そうぜひ、そういつもね受注じゃないんですけど今回は受注なので、ぜひお手に取っていろんなところにソラハをね連れて行ってください。今日はありがとうございました。皆さん本当にありがとう。楽しい一日を。こんばんは。お、すでにゲットしてくださった方も申し込んでくださった方もありがとう。え、広島雪降ってたの？でもなんかね関東はねめっちゃ雨降ってました。ザーみたいなめっちゃ雨降ってた。ザーザーでした。でもね何外には出てないので分かんないんですけど、外に行っても分かる音がズザザザザザバーみたいな聞こえました。牛丸さんハートありがとう。お、帰宅中無事帰れますように。
無事帰れますように。ヤスさん、 BBB さん、桜カズさん結婚して、タンタンさん、桜、ヤスさんハートありがとう、 YD さん桜ありがとうございます。あ、嘘、雷も鳴ってた。じゃあ室内で全然聞こえなかった。なんか雨の音はなんか水道管みたいなところがなんかあって、そこで聞こえたけど、他はほんま雷とか聞こえんかった。今日は少なめだったので次はもう少し頑張りたい。いっぱい愛マシマシでまたたくさん思い出を作っていきましょう。最高の思い出を。風、え、ねえ、さっきねコンビニ行こうと思ってコンビニの車から降りたらもう風ビュービューで、本当に体重ちょっと増えてるんですけど、まず飛ばされるかと思いました。危ないってなった。今日はありがとう、こちらこそありがとうございました。少しだったけどありがとうね、ありがとう。またいつでも待ってます。気軽に遊びに来てください。そう、初めましての方とかも多かったんですけど、やっぱり剣を取るのってね、やっぱ勇気がいるかもしれないんですけど、ぜひ会いに来てください。最新型ポンコツさん、三色団子ありがとう。今日はみんなありがとうございました。え、そう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 、そう、虹が出てたらしい。そうなんですよ、教えてくださってたメールとかで、メールの返信とかで、ありがとう。みーさん、レインボースター、しんいちさんハートありがとう。虹、みーさんありがとう。桜も三色団子ありがとう。横になったら寝てしまってた。おー、よかったよかった、休んでくださいね。いっぱいたくさんループしてくれたから。それも昨日はちょっと早く寝れなかったんですけど、今日は早起きで、昨日あんまり寝れなかったのね。今日は早寝できそう。お風呂入らないと。うわー、お風呂が一番しんどいよ。お風呂が一番しんどいんですけど、頑張って入る。ロブローさんハートありがとう。お話し会ありがとう。なんかみんなが もっと好きになればいいのにな、空のことって思った。なんか今日そのお話ししとって、あ、絶対にこれ空葉の方がみんなのこと絶対好きだって思う瞬間がめっちゃあって、ってかもうほぼほぼでこれ絶対空葉の方が好きって思ったの、今日お話しして。今日来てくださった方が会いたいないとかじゃなくて、みんなとお話しするたびになんか空葉の方がどんどんみんなのこと好きになって、みんなよ変わんなくてみたいなっていう感じがして、今までのね話し会もそうだけど、だからもっとみんなが空葉のこと好きになればいいのにってなんかなってました。思うんなんですけど、なんかどんどん空葉の方がみんなのこと好きになっていってる気がして、悔しいな。悔しいで合ってるのかな。ノブローさんハート、加圧大佐さんありがとう。桜こんばんは。そう、前髪マネージャーさんにも言われた。前髪ね伸びてきましたよ。逆にいい感じになってきた。それ話しやすい。え、そう、今日ねめっちゃ言ってくださる方が多かったんよ。初めましての方とかもって、めっちゃ話しやすいって言ってくださる方が多かった。ひさぽんさん、桜ありがとう。みーみーみーさん、桜ありがとう。おもおも、もうおもおも、え、なんかほんとにね悔しいわ、もうほんまに。
なんかみんなのことをどん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 好きにさせられて、ん？みんなのことをみんなの沼にどん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 ハマらせられて、私の沼に全然みんなハマってくれん一方通行、うん、一方通行ばっかし、こりゃもう私は耐えられませんのね。もちろんね、あの愛も捨ててくれる人もいるけど、でもそれ以上に好きなんだよってなる。こう一対一とかで言うのはやっぱ恥ずかしいからなんだけど、はじめまして、ありがとう。 STU48 のシナのソラハです。ありがとうございます。コメントもキングさん、ハートありがとう。 BBB ささくらありがとう。罪な男ですまんぬほんとだよ、ほんとだよ。今日はありがとうございました。こちらこそだよ。今日はいつもより上目遣い強い感じ。ああ、確かになんか近かったかも。めっちゃ近寄っちゃってたかも。なんか寂しくて寂しくてめっちゃ近寄ってたかも。もうゼロ距離ぐらいまで近寄ってたかも。もうチューできるやんってぐらい近寄ってた。ヒゲニャンさん、さくら M44 さん、 4G さん、ハートありがとう。好きだ負けません。サラも負けないよ。そうだよ、もう概念とかってもうみんなサラのが好きなのにって。キングさん、コンスケさん、本当ありがとう。実物めっちゃ欲しい。欲しい。嘘、好きになってくれました、サラのこと。でももっとサラのことを好きって言ってくださる方が増えたらなって思う。なんかやっぱ次のアルバムのね、こうなんだろう、発売が決定されてやっぱ怖いんだよね。だからもっとなんか自分にできることを見つけていかないとなって思った。お仕事を待ってるだけじゃなくって、自分からやりたいことをいっぱい言っていって、まひなさんとか本当にすごいなって思う。あのね、徳島の観光大使ね、昨日発表されてて、こうやりたいって言ったことを一つ一つ着実に叶えていっててすごいなって思うから、それはもう頑張らないとって、すごい刺激っていうかめっちゃいただくし、頑張ります。またちょっともうしょぼんきダメなんだ、今日しょぼんきなんだ。なんかもうアルバムの発表されてから初号機。ありんこさん、さくらありがとう。 ST は日本ですよ。瀬戸内です。日本の瀬戸内7県。キングさん、ハートありがとう。改めて好きになった1日、やったね。サラダがもっと好きだけど、悔しい。サラダがもっと好きになってどういうことなの、おかしいけどね。ロベールさん、桜ありがとう。そうだよ、観光大使、そうなの。この前ね、パパとママと話しとってね、そう調べてたんですよ、観光大使のこと。前よりもっと可愛くなったソラハちゃん、ヤホ。じゃあ前も可愛いって思ってくれてたってことですか。ラブラブ。パシちゃん、さくらありがとう。
今日行きたかった。来て美味しかったよ。どこでもドア誰か作ってほしい。どこでもドア。タケコブタがどこでもドア作ってほしい。どこでもドア。タケコブタ。マジすぎる。みんなにプレゼントしちゃう。そう。デカハート。ちょっと今テンションがおかしいです。ごめんなさい。まあちょっとテンションがおかしいね。いっぱい思いを伝えてくださいソラハに。もうね今日ね久しぶりにこうまいちゃんとゆっくり話せると思って、そう話したいことがもうなんか山ほどあって話したかったんですけど、やっぱメンバーみんながいるから楽屋ってやっぱ私はまいちゃんに話したいことって1対1じゃないと話せないことなんですよね。だからまいちゃんに話したいのに話せなくて、もう悔しい、めっちゃ悔しい。でもまいちゃんに LINE 送りました。めっちゃまいちゃんってゆっくりお話がしたいよんっていっぱい返信してくれた。勝葉さん、さくら、アスパラさん、かわいい、ありがとう。タケコブタで広島往復は死んでくる。待って待って確かにそれはしんどいかも。タケコブタうーんってなんか飛んでるなと思ったらタケコブタつけてる人がいっぱい飛んでるかも。広島から東京ヨーグルト持ってきて。え、どういうどういうどういう経緯で、どういう経緯でヨーグルト買ったけど、あるよ、私持ってるよ。しかもね、おいこすねなかったからね、ブルガリアにした。久しぶりやに、久しぶりやに久しぶりにブルガリアのヨーグルト買っちゃった。オンラインで会えるの楽しみにしてありがとう。オンラインでも直接でも、もうソラハのお話し会に来てくれるってだけで本当に幸せです。ありがとう。ソラハちゃんしか勝たん。もうみんな、もうこの世のみんなソラハちゃんしか勝たんになったらいいんだよ。ジジンプイプイ、この世のみんながソラハしか勝たんになる。今テンションおかしいので許してください。みーさん、さくら、ありがとう。どうしちゃおっかな。バイキンライズしーちゃお。バイキンライズ、みんなソラハの入ってくれた。バイキングライズ、みんなの力が必要です。助けてください。まだ始まったばっかしですが、助けてください。今日は悲しくいけない分ゲーム頑張ってよ。ありがとう、バイキングライズしてくれて。ラボスケさん、さくら、ありがとう。みーさん、さくら、ありがとう。ずっとバイキングライズしてる、ありがとう、嬉しい。一緒にね。あと2人の方がね、承認されてないんですけど、2人承認されても全然まだまだ入れるから、みんな待ってる。ソラハのとこ来てほしい、バイキングライズ。間違えちゃった、なんか言った。
キングさんハートありがとう。今日名古屋行ってて名古屋でもお話し会あれば行くのにと思った。確かにね、名古屋ってないよねお話し会。 AKB さんの握手会の時はあったんだよね。 SKE さんが名古屋だから、栄だから。キングさんハートありがとう。待っててね。待てるよ、ずっと待てるよ。みんなね、これはなんかね、とりあえず建物のレベルをどん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 上げていく、んですよね。建物のレベルをもうどん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 上げていって、プラスなおかつなんか敷地内になんかいっぱい化け物がいるんですよ。ガーみたいなそれをえいってやっつけていく。まあそのためにもなんか弓兵、なんていう、弓矢持っとる弓の兵隊さんとか、あとなんだよこれ、いろんな兵隊さんをねやっていく。これ槍兵、戦士兵、射手兵みたいな、いっぱいなんちる兵みたいなのがいるんですけど、そのなんちる兵をどん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 訓練していきます。もういっぱい訓練していってください。もう訓練訓練訓練ってしていっていきます。私は本当に分かってないんですけど、とりあえずゲームをこのここを上げていってます今。あとこの真ん中のとこ押したらこういう変な地図が出てくるの、あこっちが、この真ん中の赤点のところをこうやって押すとこういう地図が出てくるので、これをこれでなんかやってます。化け物キャーみたいな化け物とかえいって倒したりする。えいやーと、私も本当にね難しくて分かってないんですけど、もうとりあえず今は頑張って、あとみんなねクランに入ったら支援お互いしましょう、握手みたいな、だこういうこういう絵文字があるのでそちらを押してお互い協力し合いましょう。クランには入れていただきましてありがとう。そうそう、見物、そう、建物と訓練をどんどん上げていこうって感じですね。私もちょっと本当にまだまだ初心者なので分かってないんですけど、あと今はこのクランに入った方はこの右端に旗みたいな、右下端に旗みたいなのがあるんですけど、そのクラン領地っていうところで今建設中って出るんですけど、クラン要塞みたいな、要なんじゃらみたいな、こういうでっかいのを建てようとしてるんですよ。これの建築を、建設か、建設を一緒にが協力してくださると嬉しいです。その兵力こう難しいんですけど、ちょっとでも欲しいですって言っても私2930しかやってない、やばっ、もっとやってる方がない。ちょっと私はいろんなクエストっていうかやってるからなんですけど、この建物旗なんか要塞、ワタンさん旗ありがとう、ワンタンさん旗ありがとう。まだレベル7、でもだよ、私やっとこの前ね、今日かやっとレベル8になったから、みんなすごいよ。あとそう、そう、指揮官、ここにこの仮面ですみたいな、仮面ですみたいなのあるので、そこ、あ、間違えた、チャット開いてた、仮面ですみたいなのがあるので、この仮面ですって押して、こういっぱいいろんなキャラクターが出てくるんですけど、これで例えばこの私30レベルまで頑張って上げたんですけど、この人を押して、この右矢印を押して、この
上のプラスをしてレベル上げていくみたいな、全て使用とかこういう持ってるやつがあるので使用してあのレベルアップしていきましょう。レベルアップしたらこのここの戦力があります。難しいけどね、一緒に頑張っていこう。でも今回は本当にあの前回のイベントみたいにこう他のなんて言ったら他のメンバーとライバルっていうわけじゃなくて、皆さんと協力型なのでこう楽しみながらしていけたらなって思います。でもやっぱり本当にね、皆さんも一人でも多くの方の力が必要となるので、ゲーム苦手な方でもねちょっと来てくださると嬉しいです。こんばんは、ヨカナさん、ハートありがとう。そう、そうそう、なんて読むの、要塞なんだっけ。そう、一回調べて分かったんだけど分かんなくなっちゃった。要塞初訪問ありがとうございます。 STU48 ドラフト3期生の篠野空葉です。20歳の兵庫県出身です。よろしくお願いします。本日はお話し会ありがとうございました。皆様のおかげですごく楽しかったです。余韻ひたひた中です。ね、左ね強いなんかいるよね。びっくりしちゃった。頑張ろうね、一緒に頑張っていきましょう。そしてありがとう、配信見に来てくれて。ちょっとこのゲームイベント期間中ゲームのお話ばっかりになっちゃうかもしれないんですけど、お許しください、お許しくださいね。まつげギャンギャン、クランもしよかったら入ってください。あとね、空葉のファンの方ってさ、もう前々から思っとるんやけどさ、あのさ、恥ずかしがり屋さんなのかな、全然みんなチャット参加してくれんのんやけど、どういうこと。安宗さん、桜ありがとう。ねえ、みんなどういうことなん。そらがさ、なんかお疲れ様とかって言ってもさ、なんかもう一人ぐらいしか言ってくれなくて、嘘でしょ。そらはとメッセージのやり取りできると思ったと思って、緊張せずいっぱいつぶやいてください。そらがお疲れ様とかって言ったら、おやすみとかって言ってんで、チャットこういう時しかないんですからね。こうやってあの LINE みたいな感じできるのってレアなんですか。私に返信してください。一方的になんか話してますみたいになっちゃうからね、寂しいから。洋服やで、レベル上げないと。そうなんです、レベル上げてクランのクラン電動を作らないと、そうレベルを上げないと、そのクラン電動っていうのには作れない、検査できないんですけど、そのクラン電動ができるまでレベルを上げていってください。チャットしてください、ぜひぜひ。アンナちゃん、三色団子、パシちゃん、さくらありがとう。そう、まだまだ入れるよ。ゲーム苦手な方でもぜひぜひ気軽に入っちゃってください。ソラホもね苦手だけど、皆さんと一緒にね学んでいけたらなって思うので、ね、6月5日水曜日にねアルバム発売されるから楽しみ。
今日お話かありがとう、覚えたよ。メガネかけてもう覚えた。嬉しい。なんか最近広島のローカルテレビでね、よく見かけます。嬉しい。みんなあれだよ、23日お話し会の日なんですけど、あの広島ホームテレビさんにて宮城キングでも放送されますので、広島の方はね、まあ、あの連絡も入れるんですけども、広島の方は絶対見てください。宮城キングダムめちゃくちゃ面白いから、しかもめっちゃ美味しいカヌレ作ったから、カニューレ。マサヒトさんハートありがとう。ナポスケさん桜ありがとう。ちょっとできないくらい忙しい。でもそう、あのね、あの年度末だから、みんな今日もお話し会でもね、ちょっと最近お仕事が忙しいんだっていう方が多かったから、やっぱそうだよねってなりながらも、ありがとう逆にそんな中ねしてくれて。感謝ですよ。クランの前にレベル上すぎて移民できなくて、空の近くに来れなくなっちゃったってことか。常吉さん桜と三色団子ありがとう。初訪問ありがとうございます。 ST48 ドラハト3期生の篠野空葉です。本日は幕張メッセにてお話し会が開催されました。来てくださった皆様ありがとうございました。皆様のおかげで楽しく一日を過ごすことができました。そしてね、あの発売の発表があったんですけど、6月5日水曜日にST48のファーストアルバムが発売されます。まだその詳細は詳しくは出てないんですけど、ファーストシングルから最新の10枚目シングルまでの表題曲10曲プラス、新曲がね数曲入る予定なので、ぜひいっぱいアルバムをいっぱいアルバムを購入して、いっぱい ST の曲を聴いて、ST のこと好きになってくる。まだ何も出てないからね、イベントとかね分かんないけど楽しみです。シジャライオンさんハートありがとう。そうだよね、次いつお話できるか。そうアルバムもそうなんだけどね、どうなんだろう。 AKB さんはなツーショット写真会やったからね、 STU どんな感じなんだろう。好きな歌詞、そうなんですよ皆さん、あのですね、メールにも書いたんですけど、うわ見えない、ハッシュタグ STU48 の好きな歌詞とハッシュタグ STU48 アンダーバーファーストアルバムっていうタグをつけて、ポストしてくださると嬉しいです。好きな楽曲名とその歌詞、もちろんスラハのリポストとかもよろしくお願いします。引用リポストか、待ってます。好きな歌詞、本当にいろんな曲があったんですけど、やっぱりこれかなと思ってこれにしました。ヒロックさん桜ありがとう。好きな歌詞ポストしてありがとう。ベストアルバムね、最高のアルバム、ベスト端末でゼロから直してありがとう。ごめんね、ありがとう。パシちゃん桜ありがとう。わあ嬉しい。船折りね、船折りを私は書きました。
とゲームしててごめんね。え、みんなチャプターどこまで行ったの？私15なんだけど。よし、今15突破した。16だ。16まで行った。まだまだだ。16までチャプター。18？ やばいやばい。みんなすごくない？嘘やん。私16なんやけど。すご。みんなすごいんやけど。8。いやー、でもね、マジで大変だよね。マジで無理。難しいよね。14。すごい、みんな。みんなすごいや。みんなに助けを求める。今日だいぶゲーム進めた。ありがとう。でもメンバーみんなね、イベント参加してる子ね、イベント参加してるメンバー携帯全員横に、ね、向いてるの、休憩中。かわいいよね。みんな頑張ってる。みんなとってもかわいい。アンナちゃん、さくら、ありがとう。今日は最近ちょっとゲームの、昨日からゲームイベントが始まってゲームの話題が多いかもしれないんですけど、ルームフォローしてくださると嬉しいです。あ、今ね、順調よ。みんなに助けを求めている。え、結構進んだ。結構進んだ、結構進んだ。あと少しでチャプター16突破する。今15突破したけど、16突破できそう。そう、スマホの持ち方で区別つくっていう。みんなも明日お仕事だよね。この夜遅くまで付き合ってくれてありがとう。なんか今一人になるのがちょっと怖いっていうかあれなので、ね、せっかくならみんなもね、あの、これね、起きてるの、起きて、あの、ゲームしてくださってる方はね、オンラインってなるからわかるんですけどね、みんな、なんかオンラインっていうのを見ると、え、私も一緒にやってやりたいってなるから、そう、いっぱいやってる。ありがとうしてくれて。こんばんは、ハロー、こんにちは、こんばんは、シナのソラハです。頑張っていきましょう、一緒に。そろそろ配信終わる時間、もしかして、そろそろ配信終わる時間やないの。ありがとう、見に来てくれて。もときさん、ハートありがとう。お風呂上がりました。いやー、もう待って、みんなもしかしてお風呂上がってる？いやーいやーいやー、私まだお風呂入ってないよ。配信終わったら入るんだけどさ。みんな
私を裏切らないで。いや入っちゃダメだよみんな。いや入っていいんだよ、入っていいんだけど悔しい。お風呂が一番ね大変だから。お布団の中からです。なんていうことなんですか。もう寝るとこだった。明日ご上京はやばい。お父さん三色団子ありがとう。そうそう、オンラインかどうか確認できる。え、そうなの。え、そうだよ。え、みんな見えないの。スラハがさ、あれオフラインタイムとかわかるよ。3分前とか2時間前とか1時間前の方とかもいるしけど、ちゃんとこれ今オンラインオンラインの人もいるし。え、みんなこれ見れない。クランメンバーのさ、オンラインタイムとかオフラインタイムとか。あと8分、自分は寝るだけ。お風呂入った。そうなの。どこで見る。ねこのクランの旗があるじゃないですか、ここに。ここを押してクランメンバーっていうのがあるんですよ。そこで見れる。ベッドの中から見てるの。いいな。ベッドにはダイブできるけど、まだお風呂入ってないから寝れないっていう。布団の中でゲームの件、そう、寝る前にぜひぜひ調べてみてください。スラハの権限じゃないと見られない。あ、そうなの。じゃあ全然サボってる人がいたらもう出られるってことね。あ、この人全然してないじゃんってなるかもしれない。え、そうなんだ。私だからさ、夜更かしとかしたらさ、みんなにバレるのかと思ってた。まあでもね、何だっけ、この支援求めたらさバレるのか。あ、チャットにコメントしよう。今日もまだ寝ないけど、まだ寝ないけど。左上のランク別権限のところを見ると、ソラハちゃんの権限しか見れないことが。そうなの、見れんのんや。へっへん。実はみんながちゃんとしているか見れるんですよ。それではみんなもね、ぜひいっぱいいっぱいコメントチャットしてください。チャット返してね。そら一人ぼっちで喋ることになっちゃうから。チャット返してありがとうね。適度にお仕事に支障なんかね、そう、寝れない方とか、あんまり寝れてないよっていう方とかもいらっしゃってね、え、寝てよってなったので、今回のイベントはね、あのメンバーみとかファンの皆さんで合わせるって感じで、みんなライバルだよって感じないのでね、あの体調崩さない程度に一緒にやっていきましょう。あ、ほんとだ、お疲れ様って、みんなありがとう。チャット返信してくれて、お、フォローもありがとう。 Thank you フォロー。つりきちさん、レインボースターありがとう。バンジェラモンスターの桜ありがとう。それでは壇上を読もうかな。13位ブラピーさん、12位つりきちさん、11位ミーさん、10位天狗なぎさん、9位ワンタンさん、8位最新型ポンコツさん、7位 BBB さん、6位アスパラさん、5位新井さん、4位タムタムさん、3位吉弘さん、2位イケアスさん、そして1位はパシちゃん、ありがとう。
よっちさん、三色団子と桜ありがとう。うわたくさんありがとう。いっぱいの三色団子と桜、皆さん見に来てくださってありがとうございました。本日は、直接お話し会今幕張メッセ、そして、直接お話し会最終日、本当にありがとうございました。皆さんのおかげでこう直接お話し会もね無事終わることができて、ツーショットもね久しぶりにリアルで撮れて楽しかったですありがとう。あんなちゃん、さくら、ゆっちさん、レインボーのペンライトありがとう。こう皆さんのそのメールじゃないの、 X にも書いたんですけど、皆さんのおかげでアイドル活動がこう今できているんだなってすごい実感して、一日でもっとたくさんの方に、たくさんの方っていうかもうすでに応援してくださっている方もいるんですけど、もっともっとね多くの方にソランのことをね知ってもらって、少しでも好きになってもらって、こう来てくださることが増えるといいなって思った一日でした。パシちゃん、さくらありがとう。本当にもっとね皆さんに良いお知らせができるように私自身も頑張っていきますので、これからも私にねついてきてくださると嬉しいです。6月5日水曜日に、ST48 のファーストアルバムが発売されます。詳細はまだね詳しくは出てないんですけれども、絶対に最高なアルバムになりますので、皆さんしっかりもういっぱいチェックして待っていてください。あんなちゃん、さくらありがとう。ね、頑張っていきましょう。いろんなことに対して今できることを頑張っていきたいと思います。では皆さん本当にありがとうございました。ではバイチャラポー、またね、おやすみ中。ゲームも配信もそしてお話し会ありがとうございました。